こんにちは、レンジです。シャンティの続きをやっていきます。今回はこの3つ目のラビリンスに行くところです。じゃあ行きましょう。今回でクリアまで行きたいですね。なんか見えない敵がいるとか言ってましたよね。お、見えてるよ。ちょっと待って。お、はい。あ、潜った。ああ、ちょっとハート欲しいんだけど。うわ、あ、ハート取る必要なくなった。いや、よし。最初はね、1減ってる状態なんですよ。あ、ついにこういうとこ下に潜れるようになるぞ。これ、これがある、洞窟にあるってことは、ラビリンスね。ラビリンスにあるってことは、今回の変身は、あれを下に行ける。今まで取れなかった、あれが取れるようになるよ。ホタルが。どっか道中あったよね。お、これか、暗いの。攻撃はできる。こんな。へぇー。面白ギミックだね。ここも下潜るようになるね。うわ、あ、食らわないんだ。一方的に攻撃できる。ここあれだね、いくらでも稼げるね。まあもういいか。稼ぎどころね。壺は小銭しか入ってないのかな。入ってなさそうね。こっちでいいよな。あ、これ暗に上行けと言っているような気もするけど、行く必要ないか。うえ、あ、今柱の影だけ暗くなった。なるね。もしかして、いけたりしないか。うわ、ハート出しとく。いや、いいか。よいしょ。やっぱここ、歩ける。あー、そういう感じ。危な。危な。何それ、アリ地獄。こっち鍵ね。じゃあこっちで鍵を取って戻る。お、かっこいい。え、超かっこいいんだけど。かっこいいんだけど、あ、ダメージはいくか。あ、それなんだろうね、その下。何これ。あ、え、あ、目が、目をあそこにはめるんだな。むずいじゃん。よし、鍵で、パンダキー。へえ、面白いギミックだった。この上とかね、ほ、なんもないか。ワープスクイットが隠れてるかもしれないから。うわ忘れてた。いや、ない。見えないやついるかな。これ下降りたらもう戻ってこれないから、こっち行っとこう。あ、ここは、はいはい、ここに繋がってるのね。じゃあ降りよう。じゃあこっから戻ってくるにはもう変身しないと無理よ。なんか壊れる音しなかった。
お、はあ、あ、これで上に戻れるわ。なるほど。え、こっちだね。さあ、どっちに行こうかって話だけど、右だよ。よいしょ。はい。あ、あ、騙された、騙されたよ。これ戻る専用か。あ、ちょ、溜めちゃダメなんだって。ちょっと一回、こうすると、どう？いや。エルボーがさ、暴発したんだよ、今。お、危な。ほら。よいしょ。あ、これ大丈夫。上だな。お、いや、ちょっと。1アップ。あ、大丈夫、大丈夫。どこで降りりゃいい？どこだ？わからん。あー、失敗。失敗の巻だね。これでいいな？よしよし。よいしょ。ダッシュボタンはね、もう押さない。エルボーの暴発怖いから。ここ。よし。いや、どうする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 。大丈夫だ。右でしょう。はい。上か？お、ワープスクイット。Hey, I found the warp squid。よし、上だよ。よいしょ。針は刺さったら死ぬからね。なんか、あれだね。ひどい場所はないね。ここで急に乗り換えて、みたいな。ああ、これ。これ。あ、大丈夫だ。降りる系？あ、そこだ。ゴールかな？よし、ゴール。もう来たくない。ここはね、いや、猿ならいけるよ。下も気になるけど。ああ、はいはいはい。危ねえ。ここで鍵を取ってから下だな。ここはちょっと高いとこにあるから、さっきよりはむずいはず。むずいよ。あ、待て待て。こいつはむずいぜ。おお、これさ、わかった。こっちやって、こっちでもいいや。こっち、こっちやって、こっちに待ち構えてく？これとかさ。ああ、行き過ぎ。はあ、威力が2倍だったら、距離も2倍になったりしない？ああ。いや、むず。よっしゃ。いや、むずいわ。今のはむずい。You found the key.あれ、よし、これで心置けなく下に行ける。ゆっくり行こう。待って、今右向いてた。左向いても行く。途中あったらもう後で絶対来ないから。あれ、戻ってきたな。もうここには用はないね。いや、こっち行けないね。どうしようも何も。
あ、これ押しっぱにしてたらエルボーダッシュが出ちゃう。上の様子を見ながら、鍵開けるとこまだないよね。左、うん、こっから戻っていいでしょう。こっち行ってないね。よいしょ、あるでしょ、あるんで。上はあいつがいるだけ。なんかまた強いやついそう。いない、弱いやつがいた。なんかちょっと気になる。おい、よいしょ、よいよい、危な、え、いけないよ、それは無理。うわ、右なんかあった、鍵の場所なんかあった。あー、なんか猿で通れるようになってた今。そっちと繋がるだけか。あ、ワープスケート。うまい隠し方してる。ここ上行っても意味ないよな。終わっちゃった。どっか行けなかった。ああ、あの右の角とかね、雲で行けるようになったりすんのかな。あれ？なんかもう探してないとこないような気するんだけど。え？鍵？どこでしょう。いけないね、いけないね。ん、何かを見落としてるよ。さっき鍵と、あ、違う、はいはい、下また行くか。あ、うわ、あ、こっち行けないもんね。これ下とかやったらどうなる。ああ、我だけ。右は、うん、またここに来る羽目になるとは。こっちは何もねえか。上、あれ、ここの上、上なんかありそうな気がする。ねえかな。はい、危な、ああ、ダメだ。すぐ。じゃあちょっと探してきますよ。あ、え？全然気づかなかった。もう最初のこの降りてきたところの左。こっちあったわ。靴も壊れてないもんね。あ、しかも回復まで。ありがとうございます。ああ、なんだよ。いやー、ここ、上行くな。ああ、そっか。黙って暗いとこにいれ。ほら、よし。回復したから OK。どっか入れるとかね、ないね。上行っとく？あ、上行けないよ。上どうやって行くんだ？そろそろお姫様出てきてもいいと思うんだけど。ガーディアンね。左と見た。いや違う。危な。下も行けるね。まずは上行くか。忘れそう。
左。ああ、何やってる。1アップ1アップ結構置いてくれてる。これ帰る用かな。帰る用だな。ってことはこっちから帰る必要があるってこと。鍵だ。あ、なにこれ。あ、わかった、ガーディアンだ。お、一発ガーディアン蘇るでしょ。え、ちょっと上向いてくる。取れるんだ。あ、ちょ帰ってきた。そこじゃダメなんだ。こっちに、そっちだと思う。ほら、あ、違う。待って、これ向きがあるってことか。下、左向かせんのかな。最初どっち向いてた。入った方向になるかな。だからこっちからだと、お、左。You found the key。左で正解だった。あ、これガーディアン蘇るわけじゃねえのか。女の子の方を向くと鍵が出てくるっていうシステムだったってだけか。そう簡単に変身はくれないと。左下に、よいしょ。これうまいかも。私ちゃんと意図した方向に乗れてる。しかしあのサッシュのエルボーダッシュは罠だよな。こういう時普通ダッシュボタン押しっぱにしちゃうんですよ。で一回溜めちゃうと、もうこれ何、今なんか意味あった。あ、変えるようだ。うわー、なんか見て、うわ、上もよ。これ猿になったらおしめえだな。歩いてりゃいいか。歩いてちゃダメか。うん、これ乗ってけ。とりあえず右。まあ上が先か。上、おい、あ、何うまいって。なんで言ったんだよ今俺。バカ野郎。よいしょ。あ、猿、いらん。お、ワープスケート、いいね、今のは優しいね。何個取った。3つかな。3つ。ああ、はい、やっぱ猿になっとけば帰りは楽だったんだな。これでいいじゃん。猿だな。よいしょ、あれ、オッケー。また1アップか。まずさらに、なんだろう、これ上に登らせるためのあれだったんだろうな。あ、やべえ、めんどくさい。よし、オッケー。1アップだ。1アップ多い。お、なんだお前、かわいい。うわ、ほら、あ、よっしゃ、やば、うん、鍵持ってそう。はめたはまってない。おう、死んでないね。あ、死んだのか。かわいいかも。別にこう壁登ったきゃいいよな。
いや、またあるよ。あ、今度首長い。オッケー、任せろ。これ使うのか。そうだね。ランプ使うよ、これ。おいえ。だね。あ、今そのまま行けばよかったかも。あ、ちょっと、返して、え？ちょっと。ここにある？あった。そうだ、ダメか。よいしょ。そうだ、ダメか。あ、今入っただろ。ダメ？そうだ、ダメか。むずいぞ、これ。おい。これ、紙で当てんのは至難の技だよ。ダメか。またここか。よいしょ。ダメ。どうだ？入った！ふぅ。ファンダキー。よし。もうだいぶ進んでると思うよ。このダンジョン。これで右だったよね。あ、これ乗ってこう。危ないから。ただ、まだ変身取ってないんだよな。すげえ難しいって感じはないよね。え？ボスなんてことはないよね。ある？ああ、キャッツアイか。こいつ倒すと下開くな。レッドアリーマー的な存在か？もしかして。まあ、そこまで強くないよ。あれだな。折り切ってからじゃないとダメージ当たんないな。あ、やっぱそうだ。猿。え？ボス？中ボスか？順番じゃねえのか。ああ、届かねえよそれ。よし、下来い。よし、ここ。ああ、失敗。よし、ここ。2倍、下は2倍攻撃あった。こうか。いいね。やば、躊躇しないで当てに行った方がいいな。よし。ずるくない？上ばっかり。って言うと、ここ来るんだよな。おい。はい。最短で行きゃ。下なんて別に時間かかったって。間に合うから。おーし。あー、やべ。今、上行けるとこ。あー、猿で行ける。HP やば。でも、1アップいっぱい取ってるからね。やば。ああ。どっから？どっからか。ああ、そこだったのか。多分ダメージ、引き継ぎでしょ。お前、さっきまで、興味なしか、シャンティ。よいしょ。おい、やべ、引き継ぎじゃない。うまいことやるようになってる。
やっぱなんかレッドアリーマ的だな。どうする？こっち行って。あ、この曲は？もしや。え、違うな。いや、上行ってこう。ワープスピードだったら、やだ。うわ！見えてたじゃん、今。え？もう行けない？戻ってこないとダメ？あ、雲だったら、こっちから登れるか。ほう。いや、届かねえか。よっ。あ、届くか。やっちゃう。うえ、よいしょ。俺の操作技術を舐めんな。ええー。いや、ここは行っちゃいけない。多分前に来たとこだ。じゃあ心置きなくこっちに行けるね。よし。よし。いた。同じこと喋るでしょ。 Thank you for freeing me. Once I was the guardian of this labyrinth, but I, a terrible creature, imprisoned me here. For your kindness, I willteach you a magical dance you can use forever. Watch closely. あ、また下から。下、上。下、上だな。え、下、A だ。下、A が雲。You can review the dance moves on your subscreen. Practice hard and never forget them.は、スパイダー。え、雲はけるんじゃないの？え、何ができる？あ、雲の巣あるところか。え、じゃあさ、うん、何もはけたりしないわ。マジっすか。しかもあんま可愛くない、可愛くないタイプの雲だよこれ。これはちょっと可愛い。よじよじしてんのは可愛い。ダッシュもできないしね。どれどれ、そこね。よじ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 と。ジャンプはできないか。あ、カエル用だったのかここ。あ、上って書いてる。すごいヒントがあった。しかも猿だ。普通そこ蜘蛛の巣置いとかない？見えないとこに。え？ちょっと待ってよ。違うの？お、今、埋め込まなかった？え、これ、上じゃねえのか？しかも上なんかあるよね。もう一回スパイダー。めり込んだように見えたよ。お、めり込んでる、めり込んでる。え？何ですか？雲でしかめり込めない？それかドンピシャじゃないとダメか。あ、そういうことだ。むずーこれ。Hey, I found a warp squid. I bet you is Mrs. It's Mommy. さらにもう一段とかないね。これでワープスクイットは4つ取ったと。これなんだっけね。あ、わかんねえ。なんか間違って買ったやつ。雲取ったから最初の方に行きゃいいか。なんかでもよく見るとちょっと可愛い顔はしてるんだよ。シャンティの顔をしてる。
はい、ということで今日はここまでにしときましょうかね。あんまり長くなってもあれなんで、まだ多分スパイダー取ったばっかりだからまだまだ行くでしょう。まだまだではないと思うけど、半分以上は行ってると思うけど、はい、ということで今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコン、または画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。